ギリシア神話ハーデス。ギリシャ神話におけるハーデスの物語は非常に興味深く、神話の中でも重要な役割を果たしています。ハーデスは、冥界の神であり、死者の王として知られています。彼の物語は、ギリシャ神話の中で最も有名な物語の一つです。ハーデスは、兄弟であるゼウスとポセイドンと共に、オリンポスの三大神の一人です。彼らは三兄弟で、それぞれ天界ゼウス、海ポセイドン、冥界ハーデスを支配しています。 ハーデスは冥界で支配者として君臨し、死者の魂を管理します。ハーデスの物語の中で最も有名なエピソードの一つは、冥界の女王ペルセポネープロセルピナとも呼ばれるを誘拐したことです。物語によれば、ハーデスは地上に現れ、美しいペルセポネーを見て一目ぼれし、彼女を冥界に連れ去りました。彼女の母であるデメテル収穫と豊穣の女神は、娘が消えたことを悲しみ、世界中を探しましたが見つけられませんでした。デメテルの悲しみは深く、 世界中の植物が枯れ果て、冬が訪れました。ゼウスはデメテルの嘆きを聞き、彼女の娘を取り戻すようハーデスに命じました。しかし、ペルセポネーは冥界でハーデスとの間にパクトを結んでいたため、冥界に残ることも地上に戻ることもできませんでした。最終的に、ゼウスはハーデスとデメテルの妥協案を取り持ち、 ペルセポネーは一年のうちの一部を地上で母と過ごし、残りの時間を明快でハーデスと共に過ごすことになりました。この物語は古代ギリシャの人々に季節の変化を説明するために用いられたと言われています。この物語は、人間の欲望や神々の力、そして自然の摂理について考える上で多くの洞察を与えてくれます。